まずは代々木か。これダンジョンだっけ。あ、そうだそうだよな、ピクシーという代々木公園に向かったんだよな。お別れじゃねえよ、やだよ。代々木公園に着いたんだからこれで取引終了でしょ。ひょっとしてずっと一緒にいたいとか思ってる。もちろん。そう言われると悪い気はしないわね。しょうがないな、もう少しだけ付き合ってやるか、ピクシーちゃん。あの通信塔に覚えがある。氷川という名前が思い浮かぶ。そしてひどい目に遭った気がする。これダンジョンだね。泉の聖女は生かすね。もうあった。いや、会ってなければこの先の回復の泉にとっとと行きやがれ。生かすから。なかなか優しいね。おちゃん、なんか渋谷に人間の女が現れたらしいぜ。なんでも病院から抜け出てきたって噂だ。ここは回復の泉。 あったあった。御身のことは存じております。私の微力を尽くさせていただきましょう。ありがてえな。一旦全開しようか。マガタマはマガタマ。マガタマ暴れしとき、御身に黒き呪いを授けることもありましょう。ああ、なるほどな、呪いがかかることがあるのか。了解した。お行きなさい、こちらを振り返ってはなりませんよ。後ろ髪引かれるぜ。奥の工事現場は妖精たちの住処になってるよ。だからそこの扉は閉められちゃって工事現場には入れない。もう腐れてんだ。こっち側から行くしかないと。どうして妖精たちは工事現場なんかを占領してるのかしら。大量のマガツヒでもあるとか。ディスポイズ、あー、毒やってくれとか出てくんね。あれ行くとこないんだけど。あー、向こう側か。あ、いけね。あー、あっち側に出て向こうに行くんだ。ほら見ろ、俺の言った通り世界は丸くなったじゃないか。といったところでやっぱり誰も信じてくれない。俺は木星のお告げ蹴るんだ。あんたは信じてくれるだろう。信じてるよ、お前を信じてくれるか。だったらいいことを教えてやる。人知らぬ男が混沌の東京に新しい世界を想像するらしいぞ。あれ、あんたこいつ意外と鋭いな。ここ渋谷かな。渋谷だ、来た。最初の拠点となるであろう。あいるぜ。ここは自由の街渋谷だよ。よその街は考え方が違うとかで悪魔同士が争ってるけど、ここじゃみんな自由。この町には地下街が2つあるの。お店が並ぶ方とディスコがある方。特にお店では邪教の館がおすすめ。やばい儀式が楽しめるわよ。へい。遅い。遅いぞ、フォルネス。待っているな、今日もな。さあ、地下行こうか。ヒールスポット。
出てくんだね。毒かよ、うぜ。ディスポイズンがあるけどさ、ヒールスポットでこれ治るよな。いや敵強くなってるな、全然。うそ、おい、いやもう死ぬよな。よかった、追加があったら終わったぜ。今目の前なんだな。全回復と、あんまり金かかるな。うん、あるじゃん、魔法の箱。魔石1個かよ、しょぼ。この東京最新情報が知りたければディスコね。いつもあそこには最先端の情報があるわ。まあ、一旦ディスコ行けっていうことだな。しかし、じゃあ今日の館に行く。すげえ装置だな。出た。しゃべる。我々の秘術は悪魔を従いしお主の助けとなりうるだろう。各地の邪教の館に気軽に立ち寄るとよい。じゃ合体しようか。ピクシー残しで、ま、でもさ、チャフーリン聞いたことある声だったよな。ジャックフロストもいけるじゃん。俺レベル7だよね。アーシーズって、ああ、同属性か。実質、ジャックフロストしかないし、ディア持ち。まあ、いいでしょ。良いのか？あれ、これ悪魔全勝。俺登録した？してないよな。禁断の秘術。あれ？メガテン3って悪魔全書ないんだ。ペルソナか。え、悪魔全書あったよな。俺の記憶違いか。ジャンクショップ。もう、ヒーホーくんじゃん。悪魔電車はもっと先に行かないと解禁。あ、そういうこと？お金を貯めて修行のために出会うと思ってるんだ、ほう。目標はあの偉大なキングのように最高に最強の悪魔になることだ、ほう。2周目なら最初からある、なるほどな。この間見たことない虫を取ったんだほう。きっととっても珍しいんだほう。だからオイラ撃ってみたほう。あ、マガタマあるぜ。イオマンテ高え。高えけど欲しい。補助魔法中心、これ絶対欲しいじゃん。マジか、金貯めるしかねえのか。ディスコ行ってみようか。悪魔全書最初からじゃねえんだ。こっちだよな。うっ、あからばかある。てめえ俺にガンくれただろう。いや、気に入らねえやつ絡んできたと急に。治安悪いな。仲間にできる。あー、式神入れとくか。脱衣場もいるぜ。やべ、
やばいじゃん。あし。待ってよ。おい。頼むぜ。よかった、連射できないわ。式神アギ弱点だったよな。オッケー。オッケー。ジオ。で、アギ。一人消せるよな。話してえな。あー回復すればよかった。私を仲間にする機会。応じよう。80幕応じるぜ。魔石な。商売なんてもう誰様に迷惑かけようが楽しんだもんの勝ちかね。その通り。あっしゃ。心が妥当かね。式神も入れときたいな。騎乗。危なかった、ちょっと。シバブーって電撃弱い、精神無効。シバブーってなんだっけ。バインドか。ここにもいるわ。この街は若い子が多くてついていけんわい。特に下の階のディスコは地下だな。じゃあ地下の地下か。あ、これ宝箱だね。アメジスト。魔月日ってね、どんな願いも叶えちゃう力を与えてくれるものらしいよ。強くなりたいってお願いとかね。だからみんな欲しがるんだよ。僕って物知り。出会った。お前らか。ナイス。弱点じゃねえからな。グフ言ってみる。あー弱点ねえわ。MP が重てえな。でも数減らしておかねえとな。ちょっとやばいね。死んだら面倒だぞ。減らしてここでディオとかディアを入れ、いや主人公だったか。重てんだよな一発。あぶね。うそー。アイスブレス行った方がいいかな。一体ならな。エスタッチもすげえ威力。もう終わりでしょ。終わんねえのかよ。危な。あれ、ポズムディだ。まずいな。一旦戻りたいね。え、
やべ、猫股出てきた。なんだっけな、いやー、脱衣場でも呼んどっか。うわー、多分さ、ジオなんだよな。あい、成敗。一旦は持つな。はい、危な。あ、レベル上がってきた。暴れまくりか。全開か。これ MP も MP も回復すんね。 This charm、ここで学んでチャームってことだね。シトロおとり昆虫のようだ。四年体となってもそっとしておこうぜ。地下って言ってんな。右か。広いかな。広いな。一旦戻ろう。うわー、ナイス。弱点つかれるやつはいねえな。ただこっちが弱点つけないから、やめろ。でかい。殴るしかねえんだよな。仲間にでも入ってくれりゃあな。いや、まずいぜ。でも数減らしていくしかねえ。アイスブレス入ればな。無理だよな。ポイントどこ引く。いいじゃん。ダメージが、やべ、回復。危ねえ。クロストで回復できるよな。お前頼むぜ。こいつ死んでくれ。どっちも一発で死ぬな。
え、脱エヴァ、脱エヴァあれだ、脱エヴァで、ナイスナイス。死ぬだろ、死なねんかい。回せる、回せないんだね。ダメだよな。で、これもう死ぬんだけどな、こいつ。ってことは、一発こいつに入れて、あ、回復試作メインだった。これで消して、死なねえんかよ。ちょ、回復入れたいよね。俺の金をどんどん。シバブ。マジで脱エヴァいなかったらさ、うわ、殴りたいけどもう回復するしかねえわ。あー戻った、あーよかった。めちゃくちゃダメージが散ってるわ。こいつ殺そう。でもんだけど一旦ディアだよな。危な、いや毒で死ぬんじゃね。おい、いやもう殺そう。死んで、一旦立て直す。つらMP ねえよ。いけるかな。いや、いけなかったらやべえな。はい、オッケー。ふう、あぶね、毛量なめてたわ。一旦復活させて速攻帰ろう。あ、一旦上がってたな。おい、ふう、あ、一人ずつ探索しちゃダメなんだ。母子はいるから。あ、ジャックロスト弱点ならやべえな。ブフ持ってんだ。あ、小玉はいないんじゃね。ザン、吸ってくれ、どんどん。
さ、1000円ぐらいあれ風捨てたの方辛いんだけど。めちゃくちゃ吸うじゃん。欲張りだね。あ、来た。で、一応出しとくと。仲間もいいんじゃない？潤沢になってきたよ。スポットにはまらん。左な。あぶねえな。たけえ。金がマイナスなんだけど、どんどん。3000あったのにさ、半分になってるわ。さっきのさ、ディスコの出てくる敵の感じがわかんねえんだよな。多分ここと同じかな。そしたら普通にピクシーでいいんだけど。火炎に弱いしな。ここだな。ここで立ち往生したからな。あれ、なんか怪しくね、あそこ。よう、ディスクこの先ね。え、ボスとかじゃねえよな。ディスクインフェルノ。あ、千秋じゃん。したらいいのかな。こんな時喜べばいいのかな。お互い再会は良かったねとか分かるわ。喜ぶべきでしょう。君でしょ。あ、そっか、俺姿変わってんだよな。驚かないから。もう分かったもの。泣いても大声を出してもこの悪夢は覚めないって。少しだけ疲れちゃった。受け入れるしかないよな。知ってるの？世界に一体何が起きたのか。破壊と創造だよ。受胎が起きた。受胎？雑誌に載ってたあれか。読み込んでたもんな。現実になったってこと。あやかしを。そっか、嫌になるわね。街の外がどうなってるかもう見たでしょ。私の家なんてどこに建ってたかもわからなくなっちゃった。もしかしたら人間は世界中で私一人なのかもって本気で考えてたわ。君に会えてよかった。ちょっとだけ人じゃねえけどな。もうな、希望が見えた気がする。無事だった人他にもきっといるわよね。先生だってあいつだってどこかにいるかもしれない。受胎の読み方、当時受胎なんて読めてなかった。懐かしい思い出。私探してみるわ。みんな子供の頃の記憶だな。このままじゃ気が済まないもの。みんなきっと生きてる。運命はそんなに残酷じゃない。希望に満ち溢れてるね。前向きだね。そうでなきゃあんまりだわ。根拠のない希望を抱いている。あ、猫股がいる。ディスコに言い合ってんじゃん。
誰あんた。魔法の箱を知ってるかい。あれには上質のお宝が入ってる。いや、ゴミだったけど。うまく開けないと中身が変わっちゃう。これあれだわ。あの、家具土のタイミングだった気がする。銀座の組織に人間の男を関与しているらしいね。カップルか。家具土の影響だよね。そういうのあった気がする。銀座の町に新しい世界を作るとか言ってる組織があるそうだよ。新しい世界作るマー君怖い。まあこいつらどっかにいたよな。最初の渋谷の町にいたやつらだ。現実の。私銀座の組織の名前知ってるわよ。そうね、私といいことしてくれたら教えてあげる。何？戦闘だろ？にゃー素敵だよな。あぶね、よかった。単体はもう経験してるからな、俺。シバブな。え？一旦ディアを撃つ。ジオ。痛えか？ナイス。もうでも死ぬかな。一応撃っとく。オッケー。あいえ。完璧な。結構レベルのあれ高くなったな。上限銀座の組織はニヒロ機構って名前よ。なんかあったね、ニヒロ機構。ということはまず銀座に向かえってことだな。あの通信塔がどうとどうこうって言ってた。あそこが行ける感じはしないから。何もねんかい。銀座あたりかな、悪魔伝承。さっき悪魔に壊れかかったディスコで。猫股だな。いいことしようとしてやられたんだろうな、あいつな。わかるよ。向こう側見るか。左の奥と。なんもねえぞ、ここ地下。正解。うわ、やめてよ。ブロック持ちが一人いるのは結構でかいね。そしてバインドがめちゃくちゃ強い。あれ式神火炎弱って。あー、間違っちゃった。さすが新規難易度。新宿の敵が一撃。マーシフル？ブフじゃねえよな。一番やばいの脱エバだよな、このメンツで言ったら。氷結？氷結入るんだっけ？うわぁ、死
主人公の精神向こうのあれが欲しいわ。一旦式神を黙らせて、出せば死んでくれ。はい、何気に回復量でけえな、睡眠の。もう OK でしょ、脱衣場いなければ OK。 油断なんねえぜやっぱ雑魚戦。だからおっか、千魔化うますぎる。俺が捨てた分ぐらいあるじゃん。一通り行ったね。こっち行ってるもんね。セタンタいるぞ。突然ターミナル部屋に人間の男が現れた。分かったとか言ってガサゴサやってるぜ。行けと。ひじりだな。転送ができるようになったみたいな、そういう話だよな。お前驚いたな、自力でこの町まで歩いてきたのか。お前だよそれ。どうやら転送か。力を得たらしいな。俺も少し前に着いたところさ、こいつを使ってな。覚えてるか、同じものが病院にもあっただろう。こいつはただのオブジェじゃねえ、とんでもねえ機能を秘めた装置だ。一つ一つが回路のような不思議な空間でつながってるんだ。その回路アマラ経絡を使えば何でも一瞬で離れた場所へ飛ばせる。その転送機能で俺はここまで来たのさ。おそらくこの装置はまだいくつもあって巨大なネットワークになってる。あの男氷川のところにも必ずつながってるはずだ。氷川を追ってるのか。手を組まないか。尺だが今の状況を変えるには氷川の影を追うしかない。噂じゃ創生とやらを掲げる組織が銀座にあるそうじゃねえか。やっぱ目的地まず銀座だな。人間だってな。俺は氷川のことだと睨んでる。そこでだ、お前にその組織ってのを調べてもらいたい。俺はこいつを操作してお前を銀座へ転送してやる。おお、直で行けるんだ。どうだい。確かに危険だが闇雲に歩き回るよりだいぶマシな提案だと思うぜ。俺はしばらくここにいる。決心がついたら言ってくれ。ただし銀座が今どんなことになってるかは想像がつかん。話に乗ってくれるならくれぐれも準備を怠るなよ。いきなりボス戦。ちょっと待って、直ではいけない。回復入れて、なんかダンジョンみたいなの通るんだっけ。まあもうジャックフロストもいるからこっちとら。